アタリアグループとは、チェーンメール形式で広まった、都市伝説に登場する、犯罪集団。自動車に乗車して、数十大規模の集団で、全国各地に出没し、ターゲットとなる相手に、わざと交通事故を起こさせることで、時短金や、見舞金など、法外な損害賠償を要求してくると、噂されている。1980年代末から1990年代に、 かけて、アタリアグループへの注意喚起を促す出所不明の文書が人伝いに広くルフしたものの、これらの解文書は警察の調査によって根拠のないデマであると判明しており、そのような集団が存在すること自体が都市伝説の一つであるとみなされている。このデマが発生したのは1986年頃とされているが、2010年代や2020年代に、 なってもインターネット上でチェーンメールのルフが続いており、ツイッターやラインなどを介して拡散されることがあるという。アタリアグループの存在を知らせるものとして広くルフした文書は、時短金や見舞い金を目当てにしたアタリアの集団が県内に来ていると不安を煽り、その後にアタリアとされる車両のナンバープレートの番号の一覧や犯行の手口、 遭遇した場合の対応方法といった具体的な回避方法が書かれた内容が続く、体裁になっている。組織的な犯罪集団がナンバープレートとともに報告され、いつまでも逮捕もされないというのは不自然であるが、当たりや行為それ自体は実在しており、また内容が漠然としたものではなく、具体的なナンバーや対応の方法まで書かれていることが読み手に注意喚起を促す。 こうした内容は読んだ人を不安に陥れ、思わず、事実として他人に伝えたくなるような噂としての、条件を兼ね備えたものとなっている。こうした文書が流布したのは、ワープロ専用機とファクシミリが広く普及したのと、同時期で、チラシ、ファックス、回覧版地域の自治会、学校の掲示板、会社の日報、などといった媒体で広まった。それ以前は、 活字のチラシを作ってルフさせることは困難な時代であったため文章が活字で作られていることが信憑性を高めたと考えられる情報の広まり方としては当たり屋グループ出現チラシのファックスやコピーが手元に届きそのチラシを間に受けた者がさらにコピーしたものを他社に送り受け取った他社がさらにコピーを重ねて他社に送り やがてコピーの繰り返しで文字が潰れて判読しにくくなったものを受け取った善意の第三者が作り直して他社に送るといった経路である。チラシを作り直したものが当たり屋グループの次の移動先を先取りして推測することによって出現地域の情報が書き換えられタクシーやトラックなどの運転手を通じて各地へと伝播し近隣地域に アタリアグループが来ているという内容のチラシを受け取った住民が目に見えない集団の気配に怯えてチラシの伝達に協力する。かのようにして実体のない犯罪集団が全国各地を点々と移動していく。例えば1986年8月に八戸市で流通したチラシの場合、チラシを受け取った者がそれを警察や 新聞の発表に基づくものであると事実誤認したまま、職場や学校などでコピーを拡散し、その家族が自治体の回覧板や、勤務先のガソリンスタンドといった公共の場で、さらに、コピーを拡散する、といった流通経路が確認されている。また1996年春に、福島県で流布したチラシの場合は、南に接する茨城県から流入した情報が、 先取りされて、福島のアタリア情報として取り入れられ、やがて北の山形県米沢市へと流出していったと考えられている。当時にワープロセニオ機が普及し、それまでは一般の手には届かなかった活字の文章が誰にでも作成できるようになり、個人が容易にチラシを見栄えよく作り直せるようになったことも、チラシの電波力に影響したと考えられる。 1996年に社会心理学者の佐藤達也が学生の協力で福島県内で出回っているチラシを収集したところによれば集まった11枚のチラシはいずれも同一のものがなく大きさも体裁も書体も様々で協調箇所や補足内容の際などが見られたというチラシのコピーを重ねていくうちに文字が潰れて判別しにくくなったり 作り直された際に誤読され別の文字に置き換えられる、などの過程を経て様々なパターンの内容ができ、噂に尾ひれが付け足されるなどの小さな改変を繰り返していると推定されている。佐藤がウェブサイト上で呼びかけるなどして収集したチラシは、2003年までに280種に及んだといい、1枚ごとに個性が見られたという。 噂の発生から何十年もの年月が経過した後も、アタリアグループのチラシは、ルフを続けている。チラシというメディアの特性の中で誕生し、チラシだけで広まる流言というものは、ワープロ専用機やファックス、コピー機の普及後から、メールやインターネットが普及する前にかけての短い時代の中でしか成立しなかったと考えられるが、その後の時代になっても、 古いチラシの内容を電子文章に書き写したものがパソコン通信の会議室に投稿されたり、電子メールで拡散されたり、チラシを撮影した画像がインターネット上に出回ったりするなど、こうした類型の噂はメディアミックス化して広まるようになっている。管理者によって監視されているパソコン通信の会議室のようなメディアでは、 毎年のように書き込まれても数時間以内に削除されることが多かったもののインターネットではツイッター、LINE、Facebook などのタイムラインを介して共有され拡散されている。前述の佐藤達也による調査でも示されたようにチラシによって差異はあるもののおおむね以下のような内容が見られる。当たり屋グループがに来た。気をつけて運転すること。 書きナンバー車と接触事故を起こした場合は、その場で示談せずに、直ちに警察に連絡すること警察が到着する、前に、自分の勤務先や氏名、電話番号は、絶対に言わないこと社用、自家用を問わず、全車両に配布することこのコピーを社内に備えておく、こと友人、知人に知らせることう注意ナンバー。 合計で34代来ている、合計で84代来ているとの吹きがなされているものもある。要注意ナンバーの地名は、品川、大阪、山口など様々だが、全体的に西日本の地名のものが多い。関東地方で偏見や漠然とした嫌悪感を持たれている地域や、著名な薬剤映画の舞台となっている地名のナンバーが、列挙される傾向が見られる。 ナンバーが多いとして名指しされた西日本地域では、これをデマであるとする報道が幾度も繰り返されているが、東日本では否定的に報道されることが少なく、関東地方では広く流通した。チラシが出現し始めた1986年、当時に販売されていたトヨタクラウン S120 型。実際には、アタリアとは無関係であり、 当時の車両の多くは廃車になっていると見られる。ナンバーの番号リストは流通過程での変化が大きい部分であり、過去の新聞報道を分析すると、1986年末に流通したものは4台、1987年から1990年春にかけては20台、1990年初夏から1994年にかけてのものは30台、 1996年から1997年にかけては35代前後とチラシの流通年代によって増加していく傾向が読み取れる。コピーや複製が繰り返されるうちに誤記されたものもある。大半は分類番号が57など2桁だが、自動車のナンバーの分類番号は1999年に2桁から3桁になっており、 実際には二桁時代のナンバーは、廃車などによりほとんど見られなくなっている。明らかにおかしいものも多く、山口県のナンバーが山表記であった頃に発行されていたはずの分類番号を持つ山口ナンバーや分類番号が39となっている実在しないナンバー、一連指定番号が0から始まるナンバー、普通乗用車の車種が明記されているのに、 小型乗用車を表す5ナンバーが併記されているものもある。アタリアグループの合計台数について84台とされているが、これはチラシが広まった当初34台と書かれていたものが打ち間違えにより84台に書き換えられたものが伝わってると考えられる。車種としてクラウン、ボンゴ、ブルーバードなどが記されているものもある。車種情報は チラシの流通過程で追加されたり欠落したりしており、チラシごとの違いが大きい。アタリアグループの手口として、ターゲットにする車を2台の車でサンドイッチ状態にし、後方からパッシングをして煽り、前方の車はサイドブレーキを使って急停止する、道を譲るふりをし、ターゲットの車が通り過ぎようとすると急発進して、当てる、公務員。 女性が狙われやすいなどと紹介しているものや、発行者が大企業や役所などになっているものもある。チラシがルフし始めた1986年頃から、新聞ではこれをデマであるとして報道している。その後チラシにナンバーの情報が追加された際にたびたび再調査も行われているが、リストに掲載された車のナンバーを警察が実調査したところによれば、 すでに廃車になっていたり、存在していなかったり、記載されている車種と実際の車種が異なっている、といったものばかりだったという。そのため警察は単なる、噂、でまであると判断し、これらの車が当たり屋であるという事実はない、当たり屋グループ情報に惑わされないようにと注意を呼びかけている。初期の1986年10月に、 京都府で流通したチラシに列挙されたナンバーのうち3台は実際に暴力団と関わりのある人物の車両であったとも報じられたもののこの時調査に当たった京都府警宮津警察署によって当たり屋行為の事実はなかったと結論付けられている当時の新聞記事によるとこれは1986年8月に兵庫県北部を発端に 暴力団による当たり屋行為が行われているらしい、という事実無根の噂話に、おひれがつき、ある企業の視点から工場、その従業員、従業員の地元の自治体、金融機関、金融機関の取引先、タクシー業者、市町村へと広まったものであるとして、噂の伝達経路についても、明らかになったとしていた。また、同年11月に、 山口県で流通したチラシに列挙された19台のナンバーのうち一部は調査に当たった山口県警の調べでチラシを作成したものがパーソナル無線クラブへの強引な勧誘にまつわる暴力団関係者とのトラブルに対する報復として付け加えられたもので当たり屋行為とは無関係な情報とされた1990年にはナンバーが追加されたものが出回るようになったが いずれも、アタリアとは、無関係で、列挙されたナンバーに、山口ナンバーが多く含まれていることから調査を、行った山口県警は、これを誘拐犯による仕業であると結論づけている。2008年度にはナンバーを一部改変した者も、も出回り始めたが、山口県警によりアタリア情報の事実はないと、否定されている。チラシには警察への通報を呼びかける記述がある。 ことなどから、チラシは、警察署が発行したものであると誤認される場合も、多いが、福岡県警によれば、指名手配犯でもない限り、警察が、このようなリストを作成して配布するはずはないとされる。前述の佐藤達也は、アタリアグループのチラシの社会学的な分類付けについて、都市伝説と表現した方がわかりやすい一面はある、ものの、実際には、 情報の伝達に関わった者たちにとっては、真実として受け止められていることや、オチなどの物語的な構造を持たないなどの特徴から、チラシ自体は、都市伝説よりも流言として分類される、性質ものであると位置づけた。なお厳密な意味でのデマが、真実ではないことを知りつつ、情報操作を意図して流されるものを指すのに対し、流言とは、 真偽が定かではないまま人伝いに流れていくものを指す。一方、当たりアグループのチラシが何者によって作られ、何の目的で拡散されているかについては明らかではないことから、チラシの内容が真実でないことを前提とした上で、その起源について最もらしく説明しようとする都市、伝説もある。例えば、といった過去の報道や、 警察の発表とは異なった期限を説明する都市伝説の文脈で語られる噂であるビル・ジュイフのチラシクエム酸などの食品添加物に発言性があるとして告発する内容だが実はデマであるアタリアグループのチラシと類似したチェーンメール形式のデマとしては1970年代から1980年代にかけてフランスを中心としてイギリス ドイツ、イタリアなどで広まった、ビルジュイフのチュラシがある。このチュラシは発言性があるとされる、食品添加物を列挙し告発する体裁で、ポーンセアボスアンファンツとして、拡散を呼びかけるものとなっているが、実際には危険とされている物質が安全とされたり、安全が確認されている物質が危険とされたり、するなど、その内容は、全くの虚偽である。 チラシの情報を敬意づけるために出展として名指しされているフランスのビル・ジュイフにある病院はこの内容を事実無根であるとして繰り返し否定しているチラシのコピーを介して広まる点や人々の不安を喚起しつつ注意すべき対象が具体的なリストとして掲載されているという体裁などはアタリアグループのチラシとよく似ているこれらのチラシは 無機質な数字の羅列に説得力を感じるという人間の心理をついていると考えられる。他にはツイッターなどを介して拡散されたデマとして2018年の平成30年7月豪雨におけるレスキュー服姿で被災地に潜入した窃盗団とされる車両のリストがある。具体的な車種やナンバーといった一連の情報の内容は アタリアグループのチラシの体裁とよく似ているという指摘もある。これは広島県警や倉敷市向法によってそのような事件はなかったとして否定されている。この噂はもし本当だとしたら大変なので人に伝えなければならないという善意によって広まる。現実的な危機感を煽る内容に知っていれば誰にでも実行可能な対処法が示されているとき、 人はその噂を有益な情報であると思い込み、善意で多くの人に知らせようとする心理が働く。このチラシの場合、法外な賠償金を要求されるなどと不安を煽りつつ、具体的なナンバーや、このチラシを持ち歩いていれば対処できるといった現実的な対処法が書かれていることが噂を広める効果を上げている。チラシを手にした者は、 大切な家族や知人たちのもとへ恐ろしい犯罪が迫る前に自分の手で阻止しなければならないという使命感に駆られ、真偽の定かではない噂の拡散に手を貸してしまうのである。また、一旦噂やデマを信じ込んでしまった人には、それが否定されることに対して嫌悪感を抱き、 信憑性を擁護しようとする心理が働くため、ナンバープレートが知られているのに逮捕されないといった不自然な点についても、ナンバーは偽装されたものだから警察も動けないのであり、特定の地名に偏っているのも暴力団とのつながりを連想する地名の方が脅しが効くからだろうといった、最もらしい理由を想像力で保管して尾ひれをつけたそうとする。さらにこの噂は、 他人に伝えた後で嘘だと明らかになったとしても、さしたる罪悪感を感じず、真実でなくてよかったねと胸をなでおろして済んでしまうような内容であることが、善意による拡散を後押ししている。チラシに込められた、車間距離をとって安全運転しようというメッセージに共感し、支持する人々もいる一方、列挙されたナンバープレートなどの内容などは古びたデマでしかない。 ため、ドライバーや自治体などに混乱をもたらすことへの懸念もある。内容を間に受けて、チラシを持ち歩いていた者が、本物の当たり屋に遭遇した場合に、チラシに書かれたナンバーが相手と一致しないことで、かえって、これは当たり屋ではないという先入観を与えるかもしれない。また、チラシでは特定の地域の人々が、 事実に基づかない情報に基づいて悪者集団として名指しされ排除対象として扱われているため単なる交通安全を促す注意喚起として肯定できないという面もある。具体的にはチラシに書かれた特定の地域ナンバーを見て〇〇は運転マナーが最悪、和らが悪いなどと偏見を持たれるようになるとも考えられる。 初期に流通した1986年の11月のチラシに列挙されたナンバーは前述のように支援で付け加えられた情報であると考えられておりリストには何者かが他者を陥れるために悪意で追加したナンバーが含まれている場合もあるなお仮にチラシに書かれているような手口の当たり屋グループが過去には実在していたとしても その後のドライブレコーダーの普及などの要因により、チラシに書かれているような手口は通用しなくなっていると、する指摘もある。例えば2004年には、インターネット上で仲間を募って自転車による、当たり屋行為を繰り返していた、実在のグループが検挙されたが、100件繰り返しても、成功したのは1割程度で、あまりに効率が悪かったという。ありがとうございます。